の国有さんの取り組みが本校とマッチするっていうのも直感的に分かりました。想像ができた先が、企業の方が関わってくださるおかげで、さらにこちらも専門的な知識が得られる、それをもとに今度子どもに噛み砕いて指導ができるっていうメリットがあります。考えてるだけでは変わらないから、行動に移さなければならないじゃないですか。行動に移すには一人じゃできないから、何人かと知恵を寄せなきゃならない。で、何か取り掛かるんだけど、そこで終わっちゃったら何も変わらないから、次の世界でまたこう波を起こしていかなきゃいけない。今後中学、高校、大学、社会人になった時に何かを変えていくっていう練習になるのかな。私はまだ使える資源が捨てられない社会っていうのをこれから作っていきたいなというふうに思っています。なるべく地球を傷つけない材料を使って、なるべく長く使えてリサイクルできるようなノートだったり文房具だったり家具を作っていきたいと思っています。みんなが使った後にこう戻してくる、回収してくるっていうところがどうしても国用だけじゃできないんですね。なので今回国用とみんなでこうつながってこの資源を使い続けるっていう輪っかをですね、完成させたいなっていうふうに思っております。